えー、こんにちは荒木和弘です5月26日火曜日のビデオメッセージをお送りします、えー、最初にあのご案内です、えー、メールのニュースなどでは流していますけれども5月の29日の金曜日、えー、6時から Zoom によるその後を考える集いを行います、えー、私の,あの Facebook からブログ、Twitter 等を見ていただければあの出てきますので 参加できる方ぜひおいでください。特定被災者のご家族も多数参加されます。で、いろんな意見をもともかく全国で、あるいはまあ世界中で集めることができるっていうのがまあこのものすごい強みです。お話をしていて、まあ私たちが気づかなかったことずいぶんありました。 でこの間の時はあのやっていた議論の中でじゃあ,あの特定被害者家族会としても何か情報発信しようということで早速、えー、幹事でその IT の仕事をされている水井徹さんがフェイスブックのページを立ち上げてくださいましたで、えー、ぜひあのご参加をいただければというふうに思います詳しいことはフェイスブックあるいはあ私のブログやツイッター等をご覧ください でえー、さて、えーあのー、昨日ですね、えー、ちょっとお拉致問題と少し離れたところの話をしましたが、えー、たまにはそういう話もいいんじゃないかというお声がございました。で、えー、これから時々、そんな話もさせていただこうと思いますが、えー、今日はですね、ちょっとだけ話をずらして、韓国の反日の話をしたいと思います、えー。韓国って反日国家ですよねっていうのは、ずいぶんいろいろ聞かれます。 まあ確かにまああの慰安婦の銅像だとかでさまざまな大統領のやってきたこととか考えるとまあそういうふうに感じても仕方がないんですけれどもまあ韓国の反日といったってこのコロナ騒ぎが起きる前はですねえともかく800万人以上はっきり数覚えてませんがまあすごい数の人があの韓国から日本当に嫌いだったら来るわけないんですよね、え。ー 韓国の,人の中にすごいアンビバレントというか、えー、そういう,こう相反した感情があって、まあ、日本にものすごい惹かれるものがあるというのとそこにこう本当にこうどっぷり使うのが怖いっていうような感情とかそういうものがありますだから、えー、それがですねあの反日という形で出てくると。で、えー、私はあの反日にはですね2つあるんじゃないか、まあ、大雑把に分けてで,です。 えー、あんまりこう綺麗にあの分けたりできませんけども2つあるんじゃないかと思ってます。1つはまあ、元々ある反日ですね、えー、これはまあいろんな歴史的な経緯もあり、あるいはまあ元々隣の国っていうのはあんまりだいたい。どこでも仲良くないっていうようなこともありですね。まあ、いろんなことがあるんですけども、元からある反日。それからもう1つはですね。あの北朝鮮の工作活動による反日です。 えー、北朝鮮は、まあ、韓国と日本の間悪くなればなるほど自分たちにプラスになりますから、まあ、そういうことをです、ねえー、もう戦後間もなくからずっとやってきましたあともかく日本と韓国がです、ねえー、仲たがいするようにということでやってきたんで、まあ、このところの,あの慰安婦の問題とかそういうことに関わっている人たちも多くはあの北朝鮮とつながった人たちであるというふうにも言われます。 でえー、この部分は北朝鮮の体制が変わればです、ねえー、なくなりますで、なくなるんですけどもしかし、じゃあもともとのやつは、えー、なくなるかというとなくならないです、<laughs> えまあ、一部にです、ね、あのこのお韓国の反日というのは、まあ、全部、その左翼がやっているんだって、まあ特に韓国の方々なんかで言で、ね、う人がいますけどもやっぱりそうじゃないですね。 えー、保守系の大統領だったイ・ミョンバク大統領あるいは朴クネ大統領でもやっぱり反日的なことは言ってましたしやってましただからあのそこはなくならないですでもうそんなもんだと思った方がいいです日本と韓国の間ですねどうやったら良くなるんですかって時々質問を受けますけども別に良くする必要ないじゃないかと <laughs> 今のままで冷静にやっていけばいいんではないかと私は思います でえー、だけどもどっちにしたってです、ね、朝鮮半島が地中海に行ってもらうわけにいきませんし、えー、日本列島がです、ね、ハワイの隣に行くこともできませんこのお互い面倒くさい関係というのがです、ね、もうこれからおそらく未来永劫続くんだというふうに思ってやるしかないですだから日本と韓国の間です、ね、断絶をするなんつったって、えー、それは国交はあ切れるかもしれませんけどもそれだって関係は切れるわけではありません。ああの冷静さ を持っていいくととうことが必要ですあとはあのやっぱり韓国けしからんと思うんだったらばそれよりもですねあのもっと日本に対して親しみをあの国全体として感じてくれている台湾を大事にするとかですねそういうふうにしていけばいいんではないかとでいずれにしてもあの韓国ととの関係を絶、ね、つってことは絶対にできません面倒、えー、くさい状態がもう未来永劫続くと思ってやることが、まあ、一番日本と韓国の間を 安定させることになるんじゃないかなと私はあの思っています、えー、今日は韓国の反日の話をいたしましたありがとうございました